カミメボウキの花カミメボウキの葉カミメボウキはアジア、オーストラリアの熱帯を原産とし、幸い品種や気化植物として世界各地に広がったヒソカの植物で芳香がある。ヒンディー語でトゥルシー、英語でホーリーバジルと呼ばれる。茎は多毛で多くの分岐を伴って直立し、高さは30から60センチメートル。 緑の葉は耐性で強い香りを放つ。葉には傭兵があり、葉は卵形で長さ最大5センチメートル、終焉部はやや虚死状。花は紫がかった色で主軸が長く伸びた草状果樹に密な輪生の花がつく。インドやネパールで栽培されているものには多型と呼ばれる2種類の代表的な形がある。葉が緑色のダクシュミートルシート葉が 紫色のクリシュナトルシーである。パッドガパオ紙名防機は宗教用や医療用エッセンシャルオイルの抽出を目的として栽培されている。南アジア各地では一般にアーユルベーダで使われる薬用植物やハーブティの材料として広く知られ、ヒンドゥー教のビシュヌ人崇拝の式たりでは重要な役割を担っている。記憶者たちは ミメぼうきの植物体や葉を用いて礼拝を行う。ミメぼうきの様々な品種がタイ料理では使われ、それらはタイホーリーバジル、ガッパオ、クラッパオなどと呼ばれる。タイ語でガッパオとして知られているホーリーバジルの葉はタイ料理で一般的である。このハーブが材料に使われる料理には豚肉または鶏肉などとタイホーリーバジルをナンプラー。 オイスターソースと共に強火で素早く炒めたパッドガパオなどがある。日本ではパッドガパオを白飯の上に乗せたガッパオライスとして知られている。通常、タイバジルとして知られているホーラパーやタイレモンバジルはタイホーリーバジルと混同されやすい。タイバジルは別種の目防器である。トゥルシーには様々な癒し効果があるため、アーユルベーダで数千年にわたり使われてきた。 古代のアーユルベーダ文献、チャラカサンヒターで研究されている。異なった体内プロセス間のバランスを取る、アダプトゲンであると考えられ、ストレスへの順応を助ける。その強い方向と修練作用によって特筆され、アーユルベーダでは一種の、不老不死の薬とみなされ、寿命を延ばすと信じられている。抽出物は、アーユルベーダの治療薬として、風邪、頭痛、胃の症状、炎症、 心臓病、様々の中毒、マラリアに用いられる。ハーブティーとして、粉末のままで、生の葉で、ギーと混ぜてなど、伝統的にいろいろな方法で使われる。カーパーラ・トゥルシーから抽出された、エッセンシャルオイルはほとんど薬、またはハーバル化粧品として使用され、抗菌作用として、皮膚用製品に広く使用されている。干した葉は何、正規もの間、 虫除けのために貯蔵穀物に混ぜられている。オイゲノールの濃度が高いことから、最近の研究で、トゥルシーは多くの鎮痛剤のように COX- に抑制剤である可能性が示唆されている。ある研究は、トゥルシーが血糖値を減少させる効果により、糖尿病に関する効果的な治療薬であることを示した。同じ研究は、トゥルシーによる 総コレステロール値のかなりの減少を示した。別のある研究は、血糖値へのトゥルシーの効果が、抗酸化特性のためであることを示した。また、放射能汚染と白内障の予防のための何らかの可能性を示している。トゥルシーのいくつかの主な化学成分はオレアノール酸、ウルソール酸、ロズマリン酸、オイゲノール、カルバクロール、リナロール、およびベータカリオフィレインである。 家の前で育つ神目ぼうキトゥルシー、またはトゥラシーは、ヒンドゥー教の聖なる植物であり、ラクシュミー女神の化身として崇められている。花弁を混ぜた水は、魂の昇天を願って、品種のものに与えられる。トゥルシーとはサンスクリット型は、トゥラシーであり、比類なきものを意味する。ラクシュミーの形でのクリシュナの配偶者としばしば、見なされる。ブラフマバイバルタプラーナによれば、トルシーは、 シーターの現れであるという。ヒンドゥー教で尊数されるトゥルシーには2種類ある。ラマトゥルシーは薄緑の葉を持ちやや大きい。シュヤマトゥルシーは能力の葉を持ち、ハヌマーンの崇拝に重要である。多くのヒンドゥー教徒はトゥルシーを家の近くや前でよく特別な鉢で育てている。伝統的にはトゥルシーはヒンドゥーの家の中庭の中心に植えられた。特にバラなしでは よく、ハヌマン寺院の横に生えている。トゥルシー・ビバの儀式では、トゥルシーは、毎年の上限の月の8番目の日かインレ歴カルティカ、月の20日に、儀礼的に、クリシュナと結婚する。またこの日は、結婚や、その他の儀礼に不吉な4番目の月のチャートマーシャ月の終わりでもあり、この日から、インドの毎年の結婚シーズンが始まる。カルティナ中には、 トゥルシーへの礼拝と共に毎晩ランプが儀礼的に灯され、これは家に幸運をもたらす。ビシュヌハシントたちは特にカルティナ中に毎日のトゥルシー礼拝をする。伝統的にビシュヌハシントはトゥルシーの茎や根で作ったジャパマーラーを使うが、これはイニシエーションの重要なシンボルである。トゥルシーマーラーは身につけると縁起がいいとみなされ、ハヌマーンの加護が受けられると信じられる。 このようにビシュヌ派と強い結びつきがあるため、ハヌーマーン信者は、トゥルシーを首の周りにかけるものとして知られる。ありがとうございます。